皆さんこんにちは。ボサノバボーカリストの池尻のゆこです。今日はアントニオ・カルロス・ジョビンの瞑想メディテーションという曲をお届けしたいと思います。瞑想っていうのはヨガとかでする気持ちを落ち着けるためにする瞑想のことですね。私ね、だいたいいつも、録画をするときはだいたい3回ぐらいまでに、撮り終えるようにしてるんですけれども、今回ですね、なかなか気に入ったのが撮れずに10回以上撮り直してしまいました。そういうわけで途中に気持ちを落ち着けようと思って瞑想を挟んだりとかして、瞑想をしながら撮った瞑想、どうぞお聴きください。Me.